心診療所チャンネル。精神科メンタル分野の言葉、今回は蛙化現象についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ここ最近、心療内科精神科の外来の中で蛙化現象の相談を受ける場面があります。人によってはその葛藤からうつ症状が続いたり不眠になることもありまして、その場合の対応ということをすることがあります。今回はこの蛙化現象についてやっていきたいと思います。まずこの蛙化現象とはということですけれども、これは好きな相手がいた時にその相手に好意を持たれたら逆に嫌になってしまうという現象のことです。少し詳しくまとめていきますと、これは心理学の用語の一つでありまして、主には女性に多いとされます。ただ男性にもあるという説もあって、ここは諸説あります。好意を持つ相手から逆に好意を持たれると、その相手が逆に嫌になってしまうというものになります。これはなかなか理由をつけにくい、ある種本能的な嫌悪感で出るという方が多かったり、またそれによって人によっては自己嫌悪に陥ってしまうという方も中にはいらっしゃいます。この由来としては、グリム童話にあるカエルの王様というのがありまして、この話が元になると言われています。これは王女がいて金のマリというのを泉に落としてしまったと。その時にカエルが自分と寝食を共にすることを条件にして拾ったんだけども、王女はその約束を無視したと。そしたらカエルが城に来まして、いろいろあったんだけども、なかなか受け入れられず、カエルを壁に投げることがあったと。そしたらこの魔法が解けて王子になったので、急に関係が改善して結婚したと、こういった童話になります。これと蛙化現象の関係ですけれども、童話では、カエルから王子の変化で急な相手への感情が変化改善したんですけれども、蛙化現象はこの逆でして、交際を始めることで王子のようなものがカエルのようなものになってしまって急に嫌悪感が出てしまったと。この辺が言葉の根拠になってきます。この蛙化現象の影響ということですけど、これは自分にも相手にも影響を与えるところがあります。まず自分への影響ですけれども、まずこの自己肯定感の低下、そうなってしまったことで、やっぱり自責、自己嫌悪というところから、特に対人面に関しての自己肯定感が下がることがあります。あとは予期不安からの対人回避、また同じことをしてしまうんじゃないかという不安が出てきますと、もうそういう人を避けるということになってしまうことがあると。もう一つとしては、そういうことで対人トラブル、相手との間のトラブルに巻き込まれてしまうというリスクが生じるというところがあります。逆に相手への影響ということですけれども、まず一つ目としては、評価の乱高下による心理的ダメージ、ある時はすごい好かれたと思ったら急に嫌われたという、そういうところのダメージというところがあります。ここに関して特に自分を責めすぎてしまう、自責というか強くなりすぎると非常に自己肯定感が下がってしまうというところがあります。そしてそういうことのダメージが大きいほど、予期不安、また同じことになるんじゃないかというところで、対人的な回避につながってしまうことがあるということになります。この蛙化現象の背景、理由というところなんですけど、ここに関してはかなり諸説あったり、いろんな要素と状況が絡むところがあります。なので一つこれとは言えにくいところがあると。ただその中で比較的注意を要する要素が共通しているところを見ていきますと、まずはいわゆる自己肯定感の低さというところです。自分で自分を信じられないということになると、自分を好きになった相手も信じられないということにつながってしまうと、お互い不幸なことがあります。二つ目としては、他者依存、いわゆる他者軸というところです。相手のところに自分の感情の評価軸がありますと、相手の悪いところを見たときに急にやっぱり自分も動揺してしまうというところにつながってしまうことがあります。3つ目としては、理想化しすぎる、いわゆる前科無科思考化というところがあります。いわゆるその相手のいいところだけ見えていると、逆に悪いところ見えたらもう真逆になってしまうと、そういうところで強い感情の揺れが生じてしまうことがあり得るかと思います。そして蛙化現象等を防ぐにはということですけれども、何かこれを防ぐ特効薬、心療内科的な特効薬とは特にありません。先ほどの注意点の逆のことを、できることを徐々にやっていくということになるかと思います。なかなかこれさえやればというのはないんですけど、できることヒントとしてはいくつかあると思いまして、見ていきたいと思います。一つ目としては、まず自分の軸を作るというところ、その相手がどうということであんまりぶれない状態を作ると。そして日々の行動から徐々にでも自己肯定感を改善を図っていくというところがあります。その上で人との関わりということに関しては、それを自分自身をまず信じた上で、関わることのプラスとマイナス面、両面があります。それを見極めた上で、いいと思えば交流していくし、良くないと思えば交流しない、そこをしっかり選んでいくということになります。その上で
相手に関しても、まあ、理想化が心強しではなくて、両面あります。人は両面あるので、まあ、ある種性だか合わせ持った存在として全体として見ていくというところが一つヒントになるんじゃないかと思います。そして実際にこの蛙化現象になってしまったらというところがあります。まあ、ここに関してはもうなってしまったらということなので、もう辛い状況を受け止めつつも、まあ、現実的な対応をお互い取っていくということになるかと思います。基本的な方向性としては、善悪とかそういったところはともかくとして、これが起こった時は両者にとって非常に辛い現実があるというところ、その中で、自分を責めすぎない、でも相手も責めすぎないというところが、一つポイントになってくるかと思います。そこを土台とした上で、現実を、ある種しっかり見ていった上で、自分と相手双方にとっての今後のいい方向というのを相談していって決めていくということになるかと思います。その中でこの蛙化現象、なった側としての方向性というところを見ていきますけれども、まずはその無理してそれを隠してしまうということあるかもしれません。ただこれはやっぱり長期的に見るとだんだんその隠しが効かなくなってくるといいますか、双方辛くなってしまうということがなってきます。あと実際その、話すかどうかというところで、もし話す場合ですけれども、自分がその気がありしてしまったことというのは伝えざるを得ないところがあります。ただここで大事なのは、その変わってしまったのはあるんだけども、相手のせいではないということはやっぱり伝えることは大事だと思います。それを伝えないと相手が自分を責めてしまいますので、相手のせいではないけどちょっと変わってしまったという現実の話をすると。その中で、そういうところが変わってしまうことは申し訳ないという謝罪的なところはあるかと思います。その中でただ一方で相手から過度な要求であったり叱責というところがあるならば、それはそこはちょっとできませんよと丁重には断ると、謝罪しつつも過度な要求は丁重に断るということがあるかと思います。そして現実的に相手がどうしてもそれを受け入れられないと思われた時、ここに関しては非常に難しいところです。ただ例えば他の理由でちょっと距離を取るとか、そういう現実的な方法を何らか模索するということがあるのかもしれません。逆に言われた側の方向性というところを見ていきますと、まず一つ目としてはもうそれが現実的に起こっているというところを受け止めるというところ、非常にこれは辛いことですけど、受け止めるというところがあります。一つ大事なのはもう自分が悪いのではなくて、もう自分を責めすぎない、自己卑下しないということが言われたこととしては大事だと思います。万が一その相手側からそのお前が悪いみたいなことになったとしても、それは現象として違いますので、自分を責めすぎない、自分をもうダメだと思いすぎないでもらえたらと思います。それ対応としては、誠意には誠意で、他責には毅然とというふうにお伝えさせていただいてます。相手がそういうことで、なってしまって申し訳ないということがあれば、それは誰が悪いというよりも今後やっていきましょうということでしっかり話し合っていくと。ただそれをもしその相手言われた側が悪いみたいにすり替えるようなことがもしあるとすれば、それは違いますよと、そこに関しては毅然という、それによって自分を潰さないっていうことはもう一つ大事だと思います。その中でやっぱりどうしても割り切れない思いというのはいろいろあると思います。あるんだけども、そこにおいて過度な要求や叱責というのは辛いところあるけど、控えるというところになります。これはもうそれ自体がハラスメントになってしまうということもありますし、逆にそういう強い要求や責めをしてしまうことによって、相手が自己防衛的になって他責的になって結局ダメージが跳ね返ってしまうという恐れもあるので、そこは辛いところですけど過度な要求や叱責は控えるというところになるかと思います。という中でどう実際取り組んでいくかというところ、枠組みの話になります。自分だけで難しい時にカウンセリングなどを検討するというところになるかと思います。取り組む方向性としては、基本的にはもう自分で整理をしていって改善を図ると、振り返りをしていったり、だんだん経験、人生経験を積んでいくというところになるかと思います。その中で、一人での解決は難しい時に関して、カウンセリングなどを検討していくというところ、これ、知人の方に相談するというのもあるんですけど、あんまりそういう枠組みを超えてやりすぎてしまうと知人の方が逆に冷えてしまうので、ちょっと厳しい時はカウンセリングなど相談をするのも方法だと思います。そしてその中で精神的な不調、もう鬱が続く、不眠が続くなど合併したときは、その改善のために心療内科、精神科を検討するということになるかと思います。カウンセリングの検討の時というところを見ていくと、もう一人で取り組んでもなかなかうまくいかない時というところ、そして例えば人によっては背景にどうしても考えの癖、前科無科で考えてしまうとか、そういうことがあってそれが気になって何とかしたいという時、あとは話すことで整理をしたい、
以前の心理的葛藤があってそれが影響しているかもしれないという時は、まあ、カウンセリングで相談するのも一つ方法かと思います。逆に、まあ、精神科心療内科においてはなかなかそういうカウンセリングというよりは、まあ、薬の治療が現実的に主になると思います。そういうところを検討する時というかを見ていきますと、まずは、まあ、葛藤があってうつ症状が続く、不眠症が続く、こういったいわゆる精神疾患、精神症状が出てきて続いているという時はもうこれは心療内科精神科を検討する時だと思います。あとはそのいろいろあって対人不安が強まって、あの一般的な社会生活にも影響が出てしまう時、これ社会不安障害というところの治療が有効な可能性があり得るので、まあ、それは相談の余地があるかもしれません。あと人によってはあの、まあ、こういう対人面のところで他に例えば不注意があったり衝動性があったりとか対人面のこだわりすぎてしまったりとか、まあ、そういう ADHD で ACT 的な特性の自覚が仮にあって発達障害が気になるというところある方に関しては、まあ、一つ心療内科精神科で一回聞いてみるというのも方法かもしれません。ただあくまでこの蛙化現象は精神疾患では単独ではありませんので、まあ、そういう精神症状が合併したときに検討するということになるかと思います。今回は精神科メンタル分野の言葉蛙化現象について見てきました。この蛙化現象とは好意を持った相手に好意を持たれたら逆に嫌になってしまうという現象です。これは自分にも相手にも影響を生じるものになります。自己肯定感の低さ、他者軸の強さというのが時に影響してしまうことがあります。対策として自分軸を持って相手をある種性だか合わせ持った存在として全体として見ていくというのが対策にはなろうかと思います。で実際になった時に辛さはあっても他責になりすぎるのは良くないことだと思います。可能な限りでおいてですけれども受け止めて話し合って相互の今後の方向性というのを冷静に模索していくということが大事になってくるかと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。